皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の21日、15時44分。まあ、首都移転の話などがあったのも、まあ、もともとはそのエロ業界に問題があったんですよ。もう、東京の首都は、首都東京は一番そのエロ業界の総本山で、で、テレビ局も、まあ、先ほどのそこまで行っていいんかいっていう番組、ちょっと、つけたら菅野美穂が出ていて、エロ業界の人間やんって、いつまで組んでんのって、日テレ、読売テレビ、読売ジャイアンツ、それでも勝ってる今の時点で、むちゃくちゃやん。法律なんかどこでも守ってるやつがいんのっていう形で、僕は守ってる、行政とかは守ってない、いつまでだってもエロ業界側になった人間を平気でテレビで放送するのを許可出してしまってる。自分から自ら率先して取り締まろうとしていない。のコンビニのエロ本関係とかも、あれもまた僕が言ったから取り締まったんでしょ。言わない限り取り締まろうとしなかったんでしょ。一応まあ今のところ河川撮影しに行って、まあお手洗い、をまあ借りる、まあ、これは皆さん何も物買わなかったも借りていいはずなんですよ。もともとそういう話し合いで、まあ、いろんな助成金っていうものはその中に込みで入ってるはずですから、その辺、いやそれはね、ある程度そうじゃなかったら絶対無理あるんですよ。その辺お手洗いなかったら、トイレするとこなかったら無理だから。それだから都会に住んでる人は、いや都会に住んでる人とかでもね、コンビニエンスストアがあるから多分市役所とか県庁とか、さすがにそのぐらいだったら、そういうところでお手洗いとかあったりだとか、地下街とか。だから、田舎の方行ったら地下街がまずないですから、まあ、本当に都市部、ものすごい都市部のところだけですから、だからその人たちの感覚というか、なぜコンビニエンスストアで別に物を買わなくても、お手洗いが使用できるかっていうところで、それがもしなかったらどうなるかっていうことを、考えていただいたら、答えが。わかるかと思います。まあ、まあまあ、ただし倒産はありますから、余計なものを置くと刑法175条の200万円以下の罰金、まあまあ何回でも請求かけたったらいいんじゃないですか。でちゃんと差し押さえて、で、でなんでね、僕ばっかり狙い撃ちにされたんですかっていうことなんですよ。でこれね、1956年じゃないですか、売春防止法が出来上がったの。それまでいかに世の中がめちゃくちゃだったかっていうところと、あと首都東京っていうのが一番問題なのが、徳川家康の時代が300年続いたことなんですよね。全員あったんじゃないですか、東京都の人。そういう世界を許していた人たちの集合体だから、そこにばっかりなんか人口が密集してるのも変でしょ。もう東京イコール稼げるで、エロ業界許されてるみたいなので集まってきよったんじゃないですか。だから本当に青江さんが言ってるように、2社2社合併して、まあ今どうなんですかね、東京都。変なところ、まあ何回か、その僕が30歳ぐらいの頃にね、日本テレビ放送の株式会社とか、まずは西尾ゆかりとか、まあいろんな事務所とか、まあ高島屋のフジテレビももう入り口がどうか分かんない、行ってはみたもん、まあ、いろんなとこ回ったりとかで、とりあえず宿泊してみたところ、安そうなところ、もうやっぱりその周りいかがわしいところ。わかんないんだよな、全然。7。
正直ね、だから過去様とかも僕の動画で公開しますけども、僕の心の声とかを聞いて、で、ギリシャ行った時にね、あの異性の男性と、あれ分かってて握手してるんですよ。で、無理って言ってるのは、僕は心の声不倫って言ってるんですよ。この結婚問題をものすごく茶化してるでしょって。それ人としてしたらダメなことだから、だから不倫だって言ってるんですよ。誰でも分かることじゃないですか。お触りなんかしないんですから。で、もう一つ気になるのは、このストーカー行為をしていたアキコさん。もうまず間違いないでしょ。もう まだ開けて顔とか確認してないですけども、髪型とかで。もうそれでもその方向でもう物言いますけども、もう二度と来ないでくださいね。髪の毛染めたりしてたんだから。で、黒服着てたんだから、エロ業界のところで働いたんじゃないですか。だから、海外から、客観的にですよ。な結婚求愛では、佳子様に固定してますけども、海外から見たら、やっぱり皇室を、の数を減らすのがいいんじゃないかと、まとも側の人たちの国がもしあるとするのであればですよ。いや、この国も全然まともじゃないですから、ほったらかしで。民間人が言わなかったら、それ全部ほったらかしにしてたんですから。今でもそう、ゲオ。まだある。何か言ってもおったらかしい。いろんな出版物とか漫画とかでも、そんなに僕に危害加えたくて並べたのかっていう話になるじゃないですか。そうすると狙ってたんでしょって。うんっていう声が聞こえてきた。だから少年誌だけでいいじゃないですか。あとは少年誌だけを徹底的に監視する。いや、だからもう人口どこの国も減ってきてるから、売れないものは売れないから、もう余計な漫画描くだけ無駄だから、エネルギーの無駄遣いにもなりますし。だからそのために商業原理があるわけですから。だからここ近年で言うと、その、ある程度、まあここ、ここ5年、10年ぐらいの間で、まあ、ちょっと僕もね、何年ぐらいにその、漫画描かれてるのかとかで考えていくことやっぱりダイヤのエースっていうことになるんですよ。あとはまあ、黒子のバスケとか、その、要するにエロシーンがあるかないかなんですよ。で、あと暴力シーンがあるかないか。ごめんなさいね、もうこの時間帯ですけど、もう笑って言っちゃいますけども、東京リベンジャーズって、日本刀持ってるやつなんかおるわけないやろ。第二次世界でそれは本当にあったから僕の動画で、ああいうふうに、空襲回数とかが本当に爆撃が あれだけの数があったっていう、一回の都市で、一つあの爆発音で一回の空襲だと思ってください。じゃあ空襲は何回あったんだって。200は軽く超えてるんですよ。どう見ても。もうその考え方でいいですから。そんなにたくさん爆弾積まれへんから。ちょっと考えたら分かることです。だから何回も何回も爆撃して、だから東京都なんかは合計の、トン数で、キログラムじゃなくてトン数で、確か万超えてたでしょ。もうめちゃくちゃですね。だから首都、アメリカの売春防止法とかできなかったら遅かったんでしょ、どうせ。ハリウッドがあの調子ですから。グロテスク系のものイコールエロシーンぶついてきてるんですよ。いらないホラーなんて、本当は。エロ業界のやつって、だからそういうホラー系とくっついてる部分あるでしょ。だから
徳川家康の時代と織田信長の時代どちらが良かったか、その本当に戦争があったかどうかの話はあれはもう大体嘘だと思ってもらった方がいいと思いますよ。本当にあんなに戦争していたら人口残らないはずですから、あの水害の記録とか見たら分かると思いますよ。他の地震とか昔から大地震いっぱいありますから、関東大震災よりもっと前から大地震とか大津波とかありますから、いっぱい火災の氾濫とかコンクリートかなんか昔はされてなかったですから。だから調子だったら僕も僕の調子を飲んじゃなくて首都の調子ですよ。首都のこの調子だったら、いやだから反省して巨人とか負けてないでしょ。地方に L 業界広めてしまったのは我々首都の責任でしたで、絶対だ、誰かどう考えてもそうでしょ。徳川家康300年、地方にエロパラマ行ってたんじゃないですか。なぜその頃に L 業界徳川家康は取り締まらなかったんだっていう話なんですよ。まあそれ考えたら、まあ、織田信長の時代の方がもし戦争ああいう戦の話が、まあ、大体フェイク、これも僕の話、この話も本当だから、夏場でペットボトル前の日から、冷蔵庫で冷やしてたものが昼の12時ぐらいにはもう腐っていて野田じんましん出るんですよ。そんな状態でね戦なんかできると思います？そもそも何十キロも槍とか刀、体に装備して持って歩いて、現場着いた頃、逆に助けてくれですよ。泊まるとこありますかって。食料分けてもらえませんかって。ということは、踏み絵をしていた織田信長は、だから、天の神様うんぬんどうこうじゃないんですよ。踏み絵をさせるっていうのは。それなって天の神様のことは分かる、我々にも神道がある、神社がある、あのなって、それ書いたのは人間やぞと、そいつが人騙してるか騙してないかそんなこと分からへんやろって、紙切れあがめてどうすんのっていうことなんですよ。ちゃんと埋めるかと、お前大丈夫かと、何でも天の神様にお祈りしてたら熊と遭遇せえへんかって言ったらそれ無理やでと、まあ、三段銃の話も本当は熊退治それで成功させたんじゃないですか。だから最初も一発撃って次装填するのに筒掃除して卵飯してって、こんなもの熊退治使えるわけないやないかだったんですよ昔は。多分なんか騎馬隊とかだったんじゃないですか。一応馬もう大きい馬だったら、まあ、まあ競馬界で言ったら500キロ超えとか大きい馬だったらいますから、だから騎馬隊とかで、だから槍で遠くからだったんじゃないですか熊退治するとき。騎馬隊って東北の方に多かったでしょ。で東北の方とかあの寒い地方の方に基本的に熊がいたわけじゃないですか。だからそこを織田信長は多分三段銃を考えたんじゃないですか。三段構え、一発目撃って次二人目が撃って、だから三人以上で絶対あの熊仕留めに行きなさいよっていう。だから熊狩りもそれ騎馬隊とかなしで熊狩りなんかの、その熊狩りの話自体ね、その探せっていう本を自分が森の中に入ってみたら分かりますよ。どれだけ体鍛えていても、あ、これ無理やと。待ち構えていて、熊の方が現れた時に、倒さなかったらこれ無理やと。大体は落とし穴だったと思いますよ、昔の狩りは。確かそういう記録だったと思います、イノシシとかも。落とし穴ですよ。だからその落とし穴の場所を人間に教えてあげなかったらごめんなさい。もうこっちも人間ですから。
じゃあ村人に教えてあげなかったら村人の糸が落ちるわけじゃないですか。どこに落とし穴があるか教えといてあげなかったら、嘘を教えといたのにあいつ落とし穴で落ちてて、どうしよう、もう今度から中に槍とか置くんやめとくって、人間がささっと何回教えてもやっぱり同じ事件発生するわって、みんな自分のことになったら忙しくなるって、またお奉行さんが難しい感じ用意してきたわしらなんかはそんなの炭を起こしてね、炭でね頑張って鉛筆みたいなの作って文字覚えろって、なんでこんなことせなあかんねん、農作物ちゃんとしちゃったらよかったはずなあとは熊退治でそれで武将だったはずなのに、で多分中国から空海と最澄があの余計な仏教まで持ち込んできたからとちゃうから、じゃあ頭にお経を据えられていた少林寺拳法暴力振るった人はお坊さん、それあんたたちが本当は殺したんでしょうって、証拠だったんじゃないですか、ドラゴンボールの国に頭にお灸を据えられてるハリキューマッサージ屋、マッサージ屋でまたエロ業界みたいな、エロ業界にいたもんだからもう全部一緒昔のね、時間軸超えて中国の武術関係の少林寺関係の動画なんですけども、それはいとイヤーって言ってくるじゃないですか。イヤーは多分日本語で分かってると思うんですよ。イヤーの方だと思うんですよ。日本語のイヤーってそれ。そんだけしてるんだったら、武術大会とか出たら、どうなるか知らへんけど。イヤーってこう、大声で拒否してくるんですよ。分かんないですよ。もうエントリーさせられるかどうか知りませんけども。結局うすうす感づくとは思うんですよ。本当は誰が稼いでるかの話で先輩の坊主さん武術界のトーナメントそこでさらにお経を唱えて亡くなったからってお金稼ぎしたら人格をめちゃくちゃや言うに言えなかったんじゃないですか、最澄と空海。余裕もんだけ持ち帰ったことにしようって、暴力はなしで。中国に行ってしまったと。向こうの言葉ある程度覚えてしまったと。もう一回また代行行かされる。ややこしい話、持ち帰ってきてしまったと。どうしようと。とりあえずそこまでお金稼ぎしてた話ちょっとなかったことにしようと。孫悟空って最勇気の話絶対中国のせいにしようとしてるよ。もう今の中国の人絶対そんな人いないと思いますよ。でこれね、大真面目な話なんですけども、ブルース・リーさんっていう人が、ジャッキー・チェンっていう人よりも前に活躍してたんですけども、その人のね、お孫さんだったと思うんですけども、僕より年上の人だったと思うんですけども、ジェット・リーさんもフルスパークのバーベキューを一緒に働いてるんですよ。でも間に通訳する人がいて。向こうも僕は日本語で喋りかけたらやっぱり困るんですよ。でも今考えたらね、そのもうジェットリーっていう名前自体多分本名じゃないでしょう。本名その時僕教えてもらったかもしれませんけども、あんなにたくさん会いに来られたって忘れるんです、本名教えてもらったって。だってねえ、マオマーカ、ハオマーカ、何マーカも、そもそも、マーっていう名前自体も本当なのかどうか分かりませんけど、ジャック・マーっていう。物流関係の、大手の会社だったとは思うんですけども、分かんないですよ。日本みたいに、
行政指導を何回もしても、改善が見受けられなかったら、あんまりにもひどい状態だったら行政が乗っ取るわけじゃないですか。会社を押収するわけじゃないですか。行政が天下りって、そこでも、それとも同じような事態が発生したとか、真の経済原理を知ってしまったとか、給与の算定表がいかに甘いものか分かってしまいましたと。どちらの世界の方が正解だったんだとか、まあその賃金の不払いでね、まあだからもう国がお金出してあげるしかないはずだから、やっぱりほら家ボロボロだしって、絶対家のローン返そうと思ったら、そのまとまった労働時間としっかりとしたお給料の支払いがなかったら、割増賃金とか本当に絶対なかったら、それ無理だから、いやだからもう一回話戻しますけど、ジェットリーさんの世界中飛び回るからジェットリーだからジェットリーっていうのもう本名わかんないですよ本当に。実際一緒に働いた人間でも本名なんかわからないから、身分証明書見せてもらって、あのボールペンでメモしてね、それ家にちゃんと残していて持ってたらわかると思いますよ。パソコンの世界でも変わってんだ。ジャック・マーのその前がマオ・マーで、その前がハオ・マー。何マーな、そもそもマーさんなのかどうか分かんなくなるから、こんなに何回も名前変える、分からない、本当に分からない、本当にもう僕みたいに身分証明書を開示してる人ってこの世に何人いらっしゃいます、運転免許証とかで。もう、うん、はあ、お金なんか作ってもないから、どうせ建築業界に後で腹立つだけ。本当にあいつらはむちゃくちゃな建築物ばっかり使っとったから、作っとったから消費税上がって余計なスタジオばっかり作りやがった、あいつらそれもと辿ってみたら親ギーンって終わりますレッツゴー警察官全員けどその中に混ざってる警察官の人はもともとスポーツ業界で、スポーツ業界石油使い回して、みんなの税金使い回して一番最悪なパターン、無料招待、神戸ホットモットフィールド、財布の中身がみんなこもってる、あるのにスタジアム。で、この間インターネット記事で、ついに阪神タイガースへの攻撃なのか、淡井さんの方も自分から言っといた方がいいの話なのか、それ僕も言ったんですよ。二軍の話、阪神タイガースの。新しく優勝したらしたら、スタジアム作っちゃった。作らなくていいのに。あるから。あるから、スタジアムなんかいっぱい本当に。お客さん入らへんねんから、そんなもん二軍だし。大した数入らない。もう今後コンピューターの世界だったら一人でも入ってたらお客さんが来てるになるから。原油1リットルでも残ってたら地下に残ってるって言ってくるから。コンピューターの世界ほんと。自分のパソコンへの攻撃なんかできないかな。自分で直さなきゃならないお金出して。どうせテレビ局とかスーパーコンピューターの元なのか何なのか分かんないですけども、どこか分かんない、もうガープのワンピースのガープ、ギャラクシーインパクト、拳骨で宇宙できた、そんなにふざけてるか分からない。財布の中身を凍えた話、ごめんなさい、もう昨日僕心折られたから、もうけど僕の苦労分かってくれたでしょ、東京の皆さんも。いちいち警察に通報しなかったら阪神タイガースの得点横取りされるんですよ。僕がエロ業界あんなに通報して潰していったのに、
コンビニエンスストアに余計な雑誌とか、他にもあのメトロ神戸っていうところもね、昔中古本と一緒にエロのアダルト DVD、 アダルトじゃないんだけどもしてることが、大人だったらそんなことしちゃダメじゃない、売ってる列があったんですよ。もうそこを歩いただけで、これ僕にとってどれだけ嫌がらせだったか分かります？歩いただけで余計な連中が来るんですよ、家の近くに。分かります？これ夏その炎天下の中、せっかく地下街もうどうせ作ったんだったらもう歩いた方が賢いじゃないですか。信号でも捕まらないし、信号マジでもまた余計なこと待ってたら、余計なことごちゃ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 言ってきて、もうスポーツの勝ち負けとかもあるでしょ。お前らのせいでどれだけ阪神タイガース負けたか、お前ら本当裁判所で出ろよってなるんですよ。でさらにそこまで警察まで通報してるのに、さすがに警察に通報したら一応ジャイアンツとヤクルト進撃の巨人、本当にちょ本当地方の人間本当バカにしすぎ、本当東京包囲も本当に本当に本当に東京都のやつらが一番反省せなあかんから、本当に。議員。絶対議員。地方から自民党、三原淳子、脱いだやつなんでしょう。何立候補してんの、本当に。時代逆戻りどころか、本当にエロ業界進めようとして何してくれとんねんって。ほら見ろ、あっちこっち高速道路作りっぱなしやで。なんで捕まらへんねん、総理が。こっちが怒ったぐらいで、あんなにエロ業界のやつら春山整骨院に集めといて、そいつらに自覚がないだけやん。髪の毛染めてる時点でエロ業界があってバレとんねん、本当に。まともな人格あったら髪の毛染めへんよ。根性あったら髪の毛染めへんよ。でそんなもん本当は根性いらんから、ただ無理やり進めてきて気がついた髪の毛染めさせられたことも僕も人生で1回か2回あるから。そいつエロ業界の人間だった。エロ業界の人間が美容院に働きに来て髪の毛染めさせようの、本当に。でそいつ自身が髪の毛染めてるから、分かったでしょ。美容院の正体、髪の毛染めてるか染めてないかだから。もう非合法集団、本当に。僕一応自分で髪の毛切るようにしてるんですよ。それはもうお金がないからで、もうだいぶ前からサンキューカット、そこはさすがに髪の毛染めてるもの置いてないから、もう本当はサンキューカットの勝ちって。そこ一人当たり15分以内にだいたい仕事があるから1390円ですけども、1時間の間に4人お客さん1人で対応したらいいだけだから、これ多分その話したらサンキューカットさんも勝ちですよっていう。岡場のイオンモールの近くの北新ビルのところの美容院、そこで髪の毛差別させられてるから、でそこの普段いる店員とは違う人間にいつだけ家買ってるから、僕が髪の毛染めさせられた時、そのものは髪の毛染めて、行って働いてる人間いますけども、そのものは前、髪の毛だいぶ前、数年前気に入った時にお金自分の方から出す。髪の毛染めてる人がお金出してこられたら、僕もそのお金受け取っていいかどうか分からなくなるから、怖い怖い、怖すぎるから、そう、じゃあ何が起こるか分かんない、ほんと。いや、理由を言わないから、全然育毛剤とか変なもの渡されたから、ほんと余計なゴミ、余計なゴミ、ほんと家にあっても使わへんから、そんなもん。最初整髪料のことかなと思ってホテルマンで働いてた話とかしてたから、これで勘弁してくれっていうことなのか。もうええから、当人の名前と住所、電話番号公開せんかいって、はよ一緒に警察署に通報や。
自分のことも自主性本当になんで髪の毛染めてんのか。ああもうこの辺の美容院全員捕まらなあかん人間ばっかり本当に。また髪の毛染めてるから本当に。海洋業法違反、劇薬物扱ってるの。うーんじゃないから、うーんじゃない。もううーんって言ったやつ、もう公務員やめろ、いらん。弁護士いらんよ。お前みたいなやつが弁護するから世の中むちゃくちゃなんて、今すぐ法廷に出ろ。で、返せ。今までの国民の税金のお金。答え簡単や、義務教育で習っと。あとはもう潔いかどうかや。昨日サザエステージを見た高島彩がついに髪の毛で染め始めて、僕の見てる映像ではいきなり洗脳教育なのか洗脳教育なのか。もともとあいつらもあのミニスカート入ってばっかりテレビ出てたでしょ、エロ業界が。なぜそこでもう一回裁判始まりそうになった時点で髪の毛染めてエロ業界側になるっていう、こんな無茶苦茶な話どうしたらいいか僕も分かんないよ証言者とこれで裁判所もいくらでも揉み消せるから、証言者として適正かどうかとか裁判所で働いてた勤務者とかテレビ出たり、ジャイアンツの試合で他の球団がファール打ち上げた時に観客席が無理やり取ってんの、放映服着とったやつがでそこそいつが春山聖骨院に出入りしてんの。もう助けて世界中に SOS 無理やから、多分滅びる以上。